カウンターの左の回し蹴り、また相手が出会い頭に入ってくる時の相手を止める、または当てていく左の上段回し蹴りの練習をしたいと思います。まず相手がそのまま試合の時、初めの号令で入ってくる、その時に相手のにこの攻撃を入れる役割もありますし、相手の攻撃を止めて次の攻撃に行きます。まずこの左で突破口を作っていきたいと思います。来たらそのままバン、これが、まずか相手を止める、またはカウンターの回し蹴りです。もう一つはお願いします。相手が攻撃内側の下段、または奥外でもいいです。に蹴ってきます。これに合わせてガードが下がってる場合、そのまま顎こめかみに入ったら、この一発で技あり取れるか倒れてくれるかだと思います。えいよいしょ、押す押す押す。足を肩幅の2倍に広げ、背筋を伸ばし、両膝を曲げて重心を下げる。この時、両方の足先は正面に向け、足を中へ絞り、内側を緊張させる。この立ち方は足腰の訓練のために用いる。この騎馬立ちから足先を外側に広げたのが四股立ちである。足を肩幅に開き、片足を肩幅の2倍ぐらい後ろに下げる。そして前方の足を90度折り曲げる。左右下段払い、中段突きの練習をするとき、バランスを保つため用いられる。
片足を一歩前へ出し、中足だけを床につけ、まっすぐ前に向ける。後ろ足は前足よりやや深く曲げ、つま先を外へ向ける。前足に3、4割、後ろ足に6、7割の体重配分を心がける。この立ち方は太ももの力を使うので、足の訓練にも適している。打ち受け、突きの練習に用いられる。この後屈立ちから前足を手前に引き戻し、後ろ足に全体重を乗せると猫足立ちになる。このほかよく使われる立ち方をいくつかご紹介しよう。平足立ち。結び立ち。内八立ち。平行立ち。不動立ち。もろ足立ち。後ろ回し蹴りの説明をします。後ろ回し蹴りといっても幾通りもの用途がありますけれども、今回は相手とぶつかり合って、相手が入ってきたところに合わせて使う後ろ回し蹴りの説明をいたします。おっす、おっす。はい、構えて、組手で相手とぶつかり合って相手の圧力を利用して、自分が一歩下がりながら相手が前に出てくる勢いを利用しながら迎えて蹴りに結びます。まず、ワンツーの場合1、2でついてくる。その時に合わせて体は一歩引きますが、足は一歩引きますが、重心は前に残して前に出る心持ち、これを忘れないように、前に出る心持ちで素早く首から肘、肩、腰を素早く引っ張りながら、かかとで相手のこめかみ、首筋を捉えるように蹴ります。はい、ね、その時にできるだけ相手との前を近く下ろして、受けたらその動作を、その勢いを利用してこのまま相手の急所にかかとをぶつけるように蹴ります。もう一度やってみます。しゃっといった形です。押す、押す。空手における攻撃防御というと手足を使った技ばかりが誇張されているが、実際にはフットワーク、すなわち体全体の移動におけるさばきも重要となる。そのためには普段から足腰の鍛錬とともに
無駄のない足さばきを十分に身につけておくことが大切である。まずは最も基本的な移動稽古、正拳中段追い突きである。前屈立ちと正拳中段突きを取り入れたこの稽古は、一歩踏み込んで突くという攻撃の基本に基づいている。この時の一歩は肩幅の2倍ぐらいである。前屈立ちでまず一歩踏み込むと同時に、踏み込んだ方の足と同じ手で中段突きを決める。突きを出した時、後ろの足のかかとが床から浮き上がってはいけない。また一般に突き出した方の肩が前方へ出てしまうことが多いが、必ず上体はまっすぐ正面を向いていなくてはならない。そして移動する際には腰が上下しないように気をつけること。足の運びは正拳中段追い突きと全く同じであるが、突き手が逆になる。つまり前へ踏み込んだ方の手は引き手となり、もう一方の手が突き手となる。追い突きより破壊力があり、また試合でも数多く使われている技である。さて次に防御と攻撃を組み合わせた移動稽古をご紹介しよう。まず相手の攻撃が上段中段下段と連続した場合を考えて行う移動稽古である。これは特に流れるようなスピードを必要とするが、一つ一つの受けを基本通りに行うことが第一である。